はるめんさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、11円からコンビニで使えるメルペイのお得なクーポン、セブンイレブン、ファミマ、ローソンで対応ということで、今回はメルペイからお得なクーポンが出たので、ぜひ紹介したいと思います。ということで、まずは簡単な概要からなんですけども、11円から買えるコンビニで使えるクーポンということで、今回はコンビニ3社、セブン、ファミマ、ローソンで使えるということですね。そしてクーポンの紹介なんですけども、まあこれが本当にお得で、もうメルカリのアプリを立ち上げたから、あのメルペイの画面が出てきてすぐに確認ができます。例えば、唐揚げくんが16円とか、ファミチキ11円、あとはセブンでは200円以下の揚げ物フランク、焼き鳥が11円という。で、あと以前もおにぎり11円のクーポンなどもあったんですけども、まあ、今回もかなり破格なクーポンですね。一応あの配信期間は、一応もう届いてる方は気づいてると思うんですけども、6月の4日から6月の17まで使えるということですね。なので来週ともうちょっと使えるかなっていう感じです。で、クーポンの使い方なんですけども、まあ、大きく分けて4つに分かれてまして、メルカリのアプリ内のメルペイのタブからまずクーポンというところをタップします。そこで利用したいクーポンというのを選択して、クーポンを使うをタップします。3つ目、クーポンを店側、店舗側に提示して、あのいつもこれ僕言うときは、僕はこのクーポン使うときはこれでお願いしますって言うんですよね。そしたら店員さんも大体分かってくれるんで、そのときスマホの画面を見せれば把握してくれます。で、最後にメルペイの ID またはコード払いにて決済をして完了というような流れになります。で、一応補足なんですけども、メルペイを使うためにはメルカリの登録が必要となるので、もしまだメルカリの登録をされてないという方がいましたら、下のリンクから登録できますので、ぜひ登録してみてください。一応あの僕の招待コード、こちらも載せておきますので、こちらに入力してもらえば今なら300ポイントもらえますので、そのポイントでぜひこのクーポンを利用してみてもいいのではないのかなと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。メルペイのお得なクーポンということでした。まだですね、あの以前のキャンペーンとかで残高が余っていたりですとか、まあ、使い道困ってるっていう方がいましたら、今回のキャンペーンで利用するのもいいのではないのかなと思いました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。